はい、それでね、今回もスマブラやっていきたいと思います。前回ね、収録670万ぐらい止まったので、今回もね、ちょっとそのあたりからスタートさせてみたいと思います。まあやってたんですけど、まあやっぱ400万から600万ぐらいの間を行き来してるっていうね、今の感じです。まあ今日はね、750万ぐらいまでちょっと上げられたらいいなと思っているので、まあそこまで行ければなと思ってます。行きましょう。はい、1戦目、リード。あ、5分ニストか。しかも終点じゃねえ。うわ、向こうも食い犬ですか。引っかからない。食い犬で来ると思ったんだけど。危ねえ。強、なんだあれ。敵行くか。うぅ、飛ぶー。何が起きた？え、クエ、そんなクエのバックする？さて、あ、割れてる。いっかな。行った。はあ、まず一緒。710万か。あと2勝かな、750万までは。はい、で2戦目、ロボット。はあ、ロボットか。それぞれ、シルク、使った時のそれぞれキャラクターはどう対処すればいいのかよく分かってないんだよね。あ、やべ、もうひどい。強いんだよな、そのロボットの。それてかリード取られすぎじゃない。あ、やべ、やっちった。それか。エアスがやった後のあれが遅いんだよな、隙が。うー、強い、ほんとそれ強い。あー、ワンストリードされてて 58% か。吹っ飛べ。よし。いや、きつい。いや、きついなー。きついなー。きついなー。届かねー。いや、違う。吹っ飛ばすじゃないんだよ。強え。普通に強い人だ。あれ長えな、持続が。どこでガード解けいいんだか分かんねえ。ジャンプするとあれなんだよな。ってことはもう地上、こっちは地上で行った方がいいんじゃねえか。ガーキャンだ、もうダメだ。そしてあれ後隙が長いっていう。85%。うん、隙がでかい。ふう、きつい、きつすぎる。
終わった。あ、畜生、痛すぎたな最初が。はい、では3戦目がヨッシーですね。ふぅ、ヨッシーほんとガードが優秀だからな。やべ、最悪だ。やべ、85%、92%、もう激だろ。110はきつい。ほんとガードが優秀。よし、51。50、あお強い。不利状況なんでガード。飛ぶじゃない。失礼。やられた、尻尾で叩かれた。92%。強い。やべ、強い。キャンセル。たまった。し、ふぅ、きつ。うぅ、ガードがマジで優秀、ほんと優秀。うぅ、うぅ、危ねえ、死んだと思った。やべ、終わった。危ねえ。行くぞ。勝てねえ。勝てねえかどうかわからないけど、強え。あれがマジで強え。てかパーセン的にほぼ変わんねえじゃん、もう。83%。いつまで、いつたまる次。劇だったなーっていう願望を持ってしまおう。たまったか、たまった。よし、712万。はい、では続いてがフォックス
か、やだんだよな。救援で来るから、やべ、ミスった。ちょっと待って。ちょっと待ってよ、バックスラッシュじゃねえんだよ。おっと。あ、ザンが終わった。やべ。マジでワンスト目がもったいなかったな。いや、そっちか。めくらないとダメだな、せめて。ガードしてもよかった。つかみで行こうと思ってたの。やべ、ああ、降りちった。マジでワンスト目がいらなかった。勝手に向こうから来てくれるから置き技って。いや、あーおー、やべミスった。あー、いかねー、勝てねはい、じゃあ、これ次ラストにしようか。これ、最後、クッパジュニア、まあ、レミですね。やって終わりたいと思います。勝っても負けても。なんか、もう相変わらずなんか、あんまり知らない相手が、知らない相手、得意ではない相手が、得意な相手はいねえんだけど、別に。そこまで、知らない相手が。置いとけばいい、技を置いとけばいい、自分から行かなくていい。 83% もうちょいかな。クッパジュニアって重いんだっけ。それもよくわかんないんだな。あ、あのクッパ、あれいらなかった。やべ、よし、63%か。超入った今言う。やれ。やべ。逆だった。やべ、違う、アーツを出そうとしたんだけど。あーお、やべ、回避のタイミングが余っちゃった。で、ザンが終わったからもう盾だな。外出したい。あぶね、ちょうどギリ盾が。あー、ガードでよかった。91%、107%。おお、危ねえ。よし、タイミング。やばい。
やばい、帰ってこれね、最悪だ、もったいね。あぶね、あぶね、やべえ、いつの間にリードされてる。あー、かざして、かざして、かざしてよ、かざして。よし、はあ、2勝3、あ、じゃあ3勝2敗かな。で、710万っていうことで、まぁ、今回はね、これで終わりたいと思います。世界戦闘力ちょっとしか上がんなかったんですけど、まぁ、次回は710万から挑戦していきたいと思ってます。ということで、まぁ、なかなか厳しいね。まぁ、収録いじって10時間ぐらいなんかな、プレイ時間が。まだまだ、VIP 行った最短時間のクラウド・セフィロスは4、5時間ぐらいなので、全然まだそれにね、行ってないので、まぁ、慣れてない、操作感がまだ慣れてないっていうところもあるので、ちょこちょこね、世界戦闘力上げていけばいいかなと思ってます。でも10時間ぐらいやってこんだけの世界戦闘力上陣できないんじゃないかな。セフィロさんって始めた時20時間で400万ぐらいだったからね。はい、ということで、まあ、次回もね、また挑戦していきたいと思いますので、よかったら見ていただければと思います。それでは今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイ。